皆様こんにちは、黒田博樹でございます。私は平成21年3月に黒田博樹の歴史講座というブログを立ち上げました。以来ですね、ほぼ毎日のように更新を続ける一方で、平成21年4月からは月に1回、原則として月に1回の割合で本物の歴史講座の方も続けております。でこちらの本物の歴史講座の方なんですけども、平成21年8月の第4回からはですね、実際の内容をですね録画しまして、 YouTube で皆様にご覧いただいているわけなんですけれども、第1回から第3回までにつきましては当初から録画をしておりませんでしたので、映像が残っていないんですね。で今回ですね、私の歴史講座の内容を保存するという意味でもですね、記念すべき第1回の歴史講座、これは平成21年4月25日に行われたんですけれども、こちらをですね改めて今回取り直しまして、皆様にご覧になっていただこうということで企画させていただきました。最後までお付き合いいただきますようどうかよろしくお願いいたします。はい、それでは早速始めさせていただきますね。第1回の黒田博樹の歴史講座は、島国の環境が作った我が国の歴史という内容なんですけれども、皆さんご存知の通りですね、我が国はですねこの通り日本列島なんですけども、海に囲まれてますね。しかしかつてはですね、この日本列島、大陸と陸続きだったんですよ。ちょっとこちらの、薄い線見えますかね、ご覧になっていただきたいと思うんですけども、こちらの現在の太い線が現在の灌漑線ですね。で一方この薄い方なんですけども、これ氷河期の海岸線なんです。でこれご覧になっていただいたら分かるかと思うんですが、日本海が湖になってますよね。でこの中国九州地方と朝鮮半島、それから北海道と樺太、そしてロシアの方ですね、全部つながってますよね。なんでこんなことになったのかと言いますと、昔は氷河期だったんですね。まあ、氷河時代というんですけども、この氷河期の頃っていうのはどういう時代なのかと言いますと、別名をですね、更新制度もあります。でこの更新制のこの時代というのは、実は海面がですね現在よりも100メートル以上も下がってたんですね。その影響で日本列島は100メートルも下がったゆえに、各大陸、中国大陸と地続きになってたんですね。北と南で、そうですね、このユーラシア大陸と地続きになっていた。でこの地続きになっていた環境がありまして、北と南からそれぞれ動物が移動してくるんですね。で北からは何が移動してくるかというと、マンモスやヘラジカ、そして南からはで、南の方からはナロマンゾウやオオツノジカが移動してきたと考えられています。そしてなんで、動物が移動するかというと、逃げるからですね。で逃げる、一体何から逃げるのか、当然身を守るためですね、食べられてしまう。じゃあ誰が食べるのか、人間なんですよね。要するにマンモスもヘラジカもナロマンゾウもオオツノジカも人間に食べられた。で食べられないように北からも南からも日本列島、まあ、その当時は日本列島じゃありませんけども、こちらの大陸の方に移動していたと。でまた同じように人間もマンモスやヘラジカ、ナオマンゾウやオオツノジカが逃げていくから追いかけていったんですね。そして追いかけていくうちに、昔の日本人がこの日本列島に渡来してきたと考えられます。でその後ですね、今から約1万年余り前です。でそうなると氷河期が終わっちゃうんですね。
氷河期が終わってこの更新世から関心世に変わります。更新世が関心世に変わったことによって気候が温暖化するんですね。氷河期が終わりますから。そうすると氷が溶け出して海岸線が上がっちゃうんですね。そして今まで陸続きだった日本列島が大陸と切り離されてほぼ現在の形になってしまったということなんです。で、この現在の日本列島が成立したでこの事実なんですけども、この実はですね、この列島化こそがその後の我が国の運命を大きく決定づけたと言っても過言ではないんですよ。なぜなんですか？それはですね、このように我が国が大陸と切り離されたという地理的な環境がですね、結局中国大陸とか朝鮮半島とか他の大陸の方ですね、こちらから侵略を受けという危機から守ってくれたからなんです。この大陸から切り離されたという事実によって中国大陸や朝鮮半島から侵略をしようと思えば何かがあるんですね。